あさみさんに入ってもらいたいと思います。アイムアイアイさんです。それではしっくりくるね。アイアイさんです。愛を込めて。何番でしょう？1番。おおおお、なんか正当な声ですね。声優になろうと思ったのはどうしてでしょうか？まあ、やりたいなと思ってたんですけど、本当進路で高校の時から悩んでて、看護師になろうと思ってたんです実は。なんかそういう道の方がいいんじゃないかな、親がねっていう感じでいいかなと思ったんですけど、友達で漫画家を目指してる子がいて、私漫画家になるわって言って、それを自分の夢を恥ずかしげもなく言ってたのが感動して、あ、じゃあ私も実はみんなに言えなかったけど本当は声優になりたいんだって言って、それからもう堂々とこんな有様みたいな、今の有様、はい、声優になろうと思ったきっかけっていうのは、きっかけ、作品で言うなら、某 NHK の、あのぬいぐるみとかが出てくるお母さんと一緒っていう番組で、それをよそのままそのままでした、ね、病弱だったんですよこう見えて。それで、あのなんか幼稚園の時休んでて、なんか休んでてちょっと罪悪感があったんですね、幼稚園ながらしぼっていいのかなみたいな熱あるくせにみたいな。それで、その番組を見てて、その某ネズミのキャラクターがいたんですけど、それに初恋をして、ネズミに初恋、それからなんか、あ、私もこういうなんか子供たちにこうやってなんか夢を与える、愛を与える仕事をして愛の伝道師、好きな言葉は愛。なんで今カメラ目線だった？ちょっと愛か、すごい。じゃあそこから声優という夢を抱きつつ、なんかぼんやりと抱いて、あの演技するとかがすごい好きだったんですよ。でもなんか演劇部とかも特にうちの学校とかなくて、でなんかやりたいなってぼんやりと思ってたぐらいで、友達にも打ち明けず、なんか恥ずかしいなみたいな、それが、はい、今やこんなありさまたくましく育ちました思っていた声優と違うとこんなんちゃうと思って、夢の通りに着ぐるみの声とかもできるようになったので、そうだよね、これが嬉しいです、はい、はい、ということで今回はヤグちゃん、サミちゃんの声優になろうと思ったきっかけというのを聞いていただきました、はい、次はどんなお話が出るかお楽しみです。それでは皆さん、また来週、バイバイ。